审视大概一分钟。下期内容どうも、我是山下直播。我是三毛夫。え、これちょっと待ってさ、三川さん、これ何これ何？人天不安クイズま？何このゴリラ？人天不找到了一个很好玩的游戏，所以一玩游戏吧。いいけど何のゲームこれ？ゴリラオンラインっていう名前のゲームでした。今日本ですごい人気あるらしいよ。ウェンシャマゴリラ。ウェンシャマゴリラ。ウェンシャマ。面白いからで決まってるだろう。そうだね、ビリビリに有名なゴリラもいるもんね。そうだね。なもめいち。プレイプレイ。なもめいち。プレイプレイ。プレイプレイ。久しぶりにやって息が合わない。で、スタート。よし。お、お、これはってこと？どうやら僕が人間だよ。これ、人間ってことは、俺は何？このゴリラを使って？その通り。お前を。いや、ゴリラを使って人間を見つけ次第ぶっ飛ばすという、うん、そういうゲームだよ。ひでえな。どうやって見つけるのこれ？これね。もう映ってる画面よく見て、画面の多分端っことかに人間がね映り込むことがあると思うんですよ。なんか正面からいた。こういった。え、え、今この正面にいるのは山下君か？あ、いた、人間いた。お、おや、見つかってしまったようだね。よし、三河待って。これは、あ、うん、うまくいけない。僕は逃げるよ。人間だからね、小回りが効くからね。あ、そういうことか。ゴリラはこんな細いところに入ってこれないんですよ。オッケー。でもこれってよし。あー！死ねー！死ねめっちゃ飛んだ。わあ、ミカは弱っ。あ、オッケーオッケー、わかった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 。そういうチュートリアルだから。オッケーオッケーオッケー。人間ね。これでこれで逃げればいいんだな。そう、これ逃げればいいんです。ひたすらに追いかけるよ。あ、行くぜ。さあ、どこだ人間。地図があるんだね、これ。なるほど、これでゴリラとは違う方向に飲んでる。うん、これが今は安全だ。お、もう赤いった。なんか来た。よし。これやばいんじゃない。わあ、やばいやばい、来た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 、やばいやばい、逃げろ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 。ゴリラはこっち、こっち来たら大丈夫。どうやら仲間たちが人間を見つけたようだね。バナナは多分取ったらいいことあるんだよ。一瞬見つかりかけて、うん、お、今なんか、なんか来てる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 、やばい、逃げろ。流出。おお、かわいいやつじゃないか。俺ゴリコ、今回ゴリコにした。おお、よっしゃ、私人間ゴリコちゃん、ゴリコちゃん行くよ。ここは何ステージだ。お、森、森ステージ、ジャングルですね。ということはもう、もうゴリラの本拠地ですよ。ゴリラの本拠地、ゴリラズホーム。どこだどこだ人間よ。危ない危ない危ない。あれ、いいと、やばいやばい、あ、やばい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 、危ない危ない危ない。あれ、よし、どこ行った。今やろう、出すに、もう出すに。危ない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 。おお、ちょ、待て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 。よし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 、これでパープルはゲットした。で、問題は最後の1個だな。黄色と最後の1個、もう最後の1個ですよ。逃げられた。あと、この黄色だけ押さえればね、僕の勝ち。どこ行った。あーか、おはよう、あかい、あー、来た、飛んで火にいる夏の虫ってお前のことだぜ。やばい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 、あー、死ね、やばいやばいやばい、あ、どこ行った。あー、ジュープだ、ジュープだ、あいつを抜けばいい。くっそー、くっそー、なんだよこれ。どこ行った。
よし、来た、よし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 、よっしゃー、よっしゃー、あー、もう少しだったな。じゃあラストね、ラストにしよう、これラスト、はい。シャイガシ、次方一つ、ラホー、シューデアオラジョー、イヤオ、募金。僕は引導を渡してあげるよ。人間だ。お、人間になったね、俺がゴリラだ、よし。ここどこ、新しいマップだな。ここは新しいマップですね。ここはどこだ、ジャングルだけど、障害物が多いじゃん、ね。お、人間。とにかくね、これはね、地図見ながら逃げるよ。お、これは、これは次どうしようかな、どこ狙おうかな。画面の切り替え大変だね。みんなのために絶対に人間を捕まえて。緑、お、緑も行った。これマップが頭に入ってないとさ、うん、難しいね。あ、そうだね、道に迷うね。あ、さあ次どこ行こうかな、さあ次どこ行こうかな。いいよ。え、出て、あれ三河か。人間を捕まえて社会貢献活動をさせてやる。しっかり隠れる、隠れる、しゃがむ。よしよしよし、待って待って、どこに行った？お？待って待って、どこに行った？お？行った、パクパクパク。あれ？隠れたの？もしかして NPC が行ったら俺も出た。いや、ちょっと来んなって、マジで。なんで？え、なんで？なんで？なんで？ちょっと、お前どっか行けよ、行けよ。ゴリラ、仲間のゴリラが止まって探しているよ。あれ？お前、まさか！隠れてたのに、隠れてたのに。たった3分勝利。悔しい、なんだよ今の。じゃあ、今回もいきます。はい、よろしくよろしく、どうぞ。来ました、 ありがとうございます。いやー、これね、一応オンラインで他人知らない人でもできるもんね。あ、そう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 、そうね、ね、キュウ君とかさ、またやりたいですよね。まあね、うん、ルコダジャイヨシンチュダのシャザエワイシャバなあ、シャスジェバイ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 。ゴリラ基本的には人を襲いません。ゴリラは基本的には人を襲いません。ただし発情期の時は危険らしいです。参考までに。